どうも皆さんこんにちは、エマスです。今回はお供広場のアップデート内容を紹介していきたいと思います。バージョン 2.0 からだいぶね、時間が経ってしまってはいるんですけれども、意外と気づいてない方もいらっしゃるんじゃないかなということで、大きく分けると、2点ですね。まあ2箇所って言ったらいいかな。交易船ともう一つがお供隠密隊、この2箇所に関してがちょっと変化がありますので、そちらを紹介していきたいと思います。まあどちらもお供の上限、レベルの上限が上がったことによってまあできるようになったというか、変化等がありますので、もし気づいてなかったら今後活用していただけたらなと思います。では行きましょう。ではまず、交易船の方から見ていきましょう。このアイテムを増やすという部分のお供交渉術、ここですね。ここが今までお供のレベルが35までだったので、超セカセカ交渉術までしかなかったんですけれども、今回、超キラキラ交渉術が新しく加わっていたと。で、こちらに関しては、まあ、レアもの、まあ、蜂蜜だと、なんだっけ、蜂蜜だと、桜じゃない花スズムシ、枕坂貝、オオクワアゲハの3つが、まあ、レアアイテムとして入手する可能性があるよっていった部分で、まあ、超キラキラを使うと、まあ、こちらがね通常よりも入手しやすくなっている。で、思ったのがこの交渉術でこれ500ポイントも使うんですよ。めちゃめちゃ多いから、まあ、伸び伸びとかセカセカみたいに、この例えば蜂蜜だったら蜂蜜のね、手に入る量も通常よりも多くなりつつ、そのレアアイテムね、レアアイテムも一緒に、まあ、手に入る系なのかなと思ったんですが、そういうわけではありませんでした。まあ、実際には、まあ、超キラキラ交渉術に関しては、純粋に、まあ、このキラキラ交渉術の上位交換みたいな感じですね。だから通常よりも、まあ、レアアイテムが入手しやすくなってるよ、みたいな。シンプルな、まあ、性能でしたね。で、一応この、まあ、キラキラ交渉術と超キラキラ交渉術の、まあ、違い、どれくらい手に入るのか、まあ、10回ずつ言ってきたので、そちらで見ていきたいと思います。ではまず、キラキラ交渉術の方から見ていくんですけれども、ネル、ピーとジョンドゥ、こちら3体の、まあ、3匹の、まあ、お供は全部レベル50で、全員レベル50で、10回行かせました。そしたら、まあ、鎧次第とドッグ盛りが手に入りやすくなっているという状態ですね。で、全部で入手できたのが、まあ、8個といった形になります。で、次、超キラキラ交渉術に関しても、先ほどと同様ですね、レベル50で10回行かせた。そしたら、全部で今回は15個なんですけれども、まあ、さっきの2倍近くはね、一応手に入ってはいるんですが、ジョンドゥがまあめちゃめちゃ持ってきたっていう、これがたまたまなのか、まあ、それともネルとピーとかちょっと今回は少なかっただけなのか、1回ずつしか行ってないので、まあ、10回だけど、1セットぐらいしかね、見てないので、なんとも言えないんですが、まあ、現状この、なんだろうな、レアアイテムっていうのは、重ね着でね、多分使う機会が多いと思うんですよ。重ね着を今すぐ作りたいという方に関しては超キラキラでもいいとは思うんですけど、まあ長い目で手に入ればいいやっていう感じであれば、キラキラ交渉術でも全然いいのかなと思います。では次はお供隠密隊ですね。こちらに関しては行き先のところで新しくこんな感じで古竜が追加されました。必ず古竜がいるところに関してはキラキラしているんですけれども、一応オーナズチ、テオテスカトル、あとはクシャルダウラ、こちらの3体が新しく追加されているのと、あとバセルギウスもね追加されているんですよね。ラージャンもいるんですけど、ラージャンがバージョン、まあ、2.0 より前からねいたのかどうかはちょっと覚えてはいないんですが、一応まあラージャンとかバゼルギウスもいると。で、これだけではなくて、こちらのお供選択による、まあ、期待値ね、隠密隊期待値って書いてあるんですが、ここ、アップデート前だと、35のレベルのお供を4体連れて行ったとしても、ここが、まあ、5にならなかったんですよね。で、4にするため、これ期待値4にするためには、まあ、合計レベルが全部で、121以上必要なんですけれども、今回、これが新しく変わって、例えば、まあ、キラークイーンとバイツァダスとアルソック脱獄中毒を連れていくと、まあ、こんな感じで期待値が5になるんですよ。で、5になる、条件っていうのが、合計レベル181以上必要なんですね。なので、まあ、ここでね、隠密隊を連れていくときはお供のレベルが181以上になるように組んであげて、期待値を5
5にしてください。で、かつ、アキンドングリを使うと6にできるようになったんですね。ここが大きな変化ですね。今までアップデート前までだと、このアキンドングリを使っても期待値5までにしかできなかったので、6にすることによって、まあ、どれくらい、アイテムが入手しやすくなっているのかっていう部分が新しく変わっています。まあ、そこが今回ちょっと気になったので、まあ、せっかくだから、古竜のね、行ってる場所、10回行って、まあ、全部で、まあ、20回かな。10回ずつ行って、最初の10回はアキンドングリなし。なので、期待値5で行ってどれくらい入手できるか。で、もう一つ、最後の10回はアキンドングリありで、まあ、期待値を6にした状態で、どれほど、まあ、古竜の素材が手に入るのか、見ていきたいと思います。というわけで、期待値5の結果は古竜素材が29個、古竜破材が16個という形になりました。そしたら次、今度は期待値6での結果も見ていきましょう。さあ、期待値6の結果は、古竜素材が33個、古竜破材が34個という形になりました。とりあえず、期待値6にすれば、報酬枠が全部埋まるといった形ですね。破材34個は、ちょっと運が悪かったかなっていう感じがします。というわけで、今回のアップデート内容というか、まあ、広間のね、新しいものを見てもらったんですけれども、基本的には、隠密隊と、貿易船、こちらの2つですね。特に隠密隊に関しては、最優先は、まあ、古竜が入っているものを選んで、次が、まあ、ない時もあるんでね。で、ない時に関しては、まあ、バゼルでいいかなと思います。バゼルも素材全然マカレンキンで使う時、価値度が高いので、結構美味しいんですよね。なので、第優先は古竜。第2がバゼル。で、3つ目が、あれかな。キラなしの緑枠。例えば、アキンドングリとかが多く入手しやすいところですね。というか、基本的にアキンドングリは、キラなしの緑枠しか手に入らないので、そこで、取るようにするといいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。